トラペジウムは、オリオン大成分中心部の星生成領域にある三階星団である。名称は、ラテン語で台形を意味する。トラペジウム星団は、オリオン座にあるオリオン大成分の中心に位置する星の密な三階星団である。ガリレオ・ガリレイによって発見された。1617年2月4日、ガリレオは3つの星をスケッチしたが、周囲の星雲を見逃していた。 1673年に複数の観測者によって4つ目の構成要素が確認され、その後、E のようにさらにいくつかの構成要素が発見され、1888年までに合計8つの構成要素が発見された。その後、いくつかの星が二重星であることが判明した。アマチュア天文家の合計五インチ程度の望遠鏡では、良好なシーイング条件下で六個の星を、 改造することができる。現在では、約300個の星からなる、三階星団の大部分が宇宙人に隠され、その一部分が見えていることがわかっている。中でも明るい5つの星は、約15から30太陽質量を持つ重い星である。これらは、直径約1.5光年の範囲内にあり、オリオン大成分を照らし出している。通常の望遠鏡では台形を形作る4つの、 星を確認できる。4つの明るい星には、設計の順に ABCD の符号が付けられている。また、A と B は色変更性である。星団内の半分の星には、原子惑星系円盤が確認されている。加えて、星団内に、褐色外星や、闘争星と呼ばれる、天球上で、大きな固有運動を持つ構成も確認されている。 トラペジウムの赤外線画像は周囲のゴミの雲を透過しやすいためより多くの構成の位置が確認されています。クラスター内の約半数の星には惑星形成の前兆と考えられる蒸発した青周円盤が存在することがわかっています。また、褐色外星や低質量の暴走星なども確認されている。2012年に発表された論文では 太陽の100倍以上の質量を持つ中質量、ブラックホールがトラペジウム星団内に存在する可能性が示唆されており、星団内の星の大きな速度分散を説明することができるとされている。1617年2月7日のガリレオガリレイによるスケッチに A、C、D の3つの星を観測した記録が残っているのが最初の観測事例である。 その後1673年に B が複数の観測者により発見され、4つの星による3回星弾と考えられていた。後に1826年に E をフリードリッヒ・フォンシュトルーベが合計9.5インチ反射望遠鏡を使用し、発見1830年には J をジョン・ハーシェルが1888年には K をアルバン・クラークが ビッグ1天問題の後継36インチ望遠鏡を使用し発見さらに同年同機で H をエドワード・エマーソン・バーナードがそれぞれ発見している。ありがとうございます。